怪獣テペトが現れました。山から降りてきたケムラーはパッと甲羅を開いてテペトめがけて強力な毒ガスを吹きかけます。カッパは水の中でも陸地でもどちらにも住める空想の動物です。しかしカッパのようにどちらにも住める生き物を両生類といって、カエル、イモリ、サンショウウオなどがいます。嵐の海で戦っているのは大ダコスダールと八本足のタコ怪獣ガイロスです。2匹とも長いたくさんの足で絡みつき、戦いはいつ終わるか分かりません。タコやイカは頭からすぐに足が生えています。タコには8本、イカには10本の足があって腕の役目を果たしています。足の中心に口があって、敵が来ると真っ黒い墨を吹いて姿を隠します。何億年も前の恐竜の生き残りを怪獣博士が育てたジラースがある日研究所から逃げ出しました。都会で大暴れをしている時、レッドキングもやってきました。大昔に死に絶えてしまったはずの恐竜を見たという人が今でもいます。有名なのはイギリスのネス湖の恐竜です。最近も探検隊が行きましたが、はっきりしたことが分からず、まだ謎として残されています。鋭いくちばしにオオトカゲをくわえてリトラが舞い上がろうとした時、矢のように飛んできたのは大昔いたシソチョウの仲間ダルゲイウスです。オオトカゲを争ってすごい戦いになりました。シソチョウというのは今からおよそ1億8000万年前に地球上に初めて現れた鳥で、アーケオプテリックスといいます。大きさは鳩ぐらいと言われています。ダチョウのように走る鳥の先祖は5000万年ぐらい前にアメリカにいたディアトリマという鳥です。口からマクアルタン星人に襲いかかる恐竜戦車です。お前なんかに負けないぞ。アルタン星人の手から冷凍光線が発射されました。恐竜戦車の戦車の部分は鋼鉄でできていますが、昔の戦車は木で作った荷車にカゴを乗せたような格好をしていて、牛や馬に引かせていました。体中を銀色に光らせたゴルドンが七外ロボットクレイジーゴンに尻尾を巻きつけました。恐ろしい力で締め付けられ、さすがのクレイジーゴンも悲鳴を上げています。ゴルドンのように綺麗な色と輝きを持つ金は昔から宝物として大切にされてきました。金はお金、装飾品、ペン先、金歯などに使われていますが、大抵は銀や銅を混ぜてあります。
界中の石油はみんな俺様のものだぞ。石油ばかり飲んでいるペスターがコウモリのような羽を広げてモンブラーに踊りかかりました。ペスターの大好きな石油は地下から汲み出されます。それは焦げ茶色のドロドロした液体で原油といいます。石油は燃料として使うほか、これを原料にして薬、石鹸、洋服、アスファルトなどを作ります。ルドン号が町に向かっている。直ちに攻撃せよ。戦闘機が次々に攻撃したのですが、ドドン号は平気です。そこへウルトラセブンが飛んできました。あ、来い、セブンが相手になるぞ。ドドン号の2本の角はレーダーになっています。レーダーというのは電波を使っていろいろなものの位置を調べる機械です。船の上から魚の群れを見つけたり、台風の位置を知るときなどに活躍します。大気な人間どもめ、もうお前たちの世界は終わりだ。ケムル星からやってきた恐怖の宇宙人ケムル人が叫んでいます。あ、大変だ、ウィーダ人間もやってきたぞ。7000年眠っていたミイラがテレパシーで目覚めたのがミイラ人間です。ミイラは今から5000年以上も前からエジプトで作られ始めました。エジプトの人たちはミイラになればきっと生き返れると信じていたのです。地震だ！宇宙怪獣ギラドラスがまた地震を起こして暴れています。そこへ頭の2つあるパンドンがやってきました。口から火を吐いてギラドラスに挑んでいます。ギラドラスはシャプレー星からやってきた怪獣ですが、熱い溶岩の中でも平気でいられます。火山の爆発の時に地下から噴き出してくる溶岩は地球の中の深いところにある岩が溶けたものです。光線怪獣キーラのショック光線がガボラの頭に命中しました。ブー、よくもやったな。ガボラが怒って暴れ出しました。四次元怪獣ブルトンもやってきました。キーラの目から出された光線は相手をショック死させてしまう怪光線です。実際の生き物の中にも光を出すものがいます。ホタルの他にもハダカイワシ、ホタルイカなどがいます。大変だ、軍艦ロボットバイアンロックスが上陸してきたぞ。空からもギエロン星人が現れ、バイアンロックスとものすごい喧嘩を始めました。アイアンロックスは海底で生まれた怪獣です。海は地球の表面の約4分の3を占めています。深さは平均して約4000メートルで、深いところは1万メートル以上もあります。空飛ぶ戦車スペースタンクに乗ってプラスチック星人が飛んできました。プラスチック液で何でも固めてしまおうとしているのです。頼むぞセブン、悪者怪獣をやっけろ。
プラチク星人は口からプラスチック液を出す不思議な怪人です。現在はプラスチックの時代と言われるほど、プラスチックはあらゆるものに使われています。チューインガム、紙、フォノシートなど、あなたの周りにもプラスチックを利用して作られたものがいっぱいありますね。セブンの強力なエメリウム光線にやられそうになったメトロン星人が海流ナースを呼んでいます。おい、一緒にセブンをやっつけようぜ。ナースは雷とともにやってきましたが、この雷はフランクリンの実験によって電気であることが分かりました。雷が一回落ちた時の電気の量は60ワットの蛍光灯をつけっぱなしにしておいても約10年も持つほどです。チャンドラーが翼を大きく広げてゼットンに襲いかかっています。ピーターも現れました。3匹の怪獣がめちゃめちゃに暴れるので、海は嵐のようです。ピーターは温度によって大きくなったり小さくなったりします。実際にもこれとよく似た動物がいます。トカゲの仲間のカメレオンは光や温度によって体の色を変えることができます。雷の何倍も強い電気光線をスカイドンに浴びせかけているのはエレキングです。メガトン怪獣スカイドンも負けてはいません。必死に反撃しています。スカイドンは空から落ちてきた怪獣です。地球上には時々他の天体から隕石が落ちてくることがあります。ゾウの10倍もあるような重い隕石もあったそうです。大変だ、植物のお化けだ。吸血植物ジュランが現れ、ビルを壊しながらどんどん大きくなっていきます。カプセル怪獣アギラとウィンダムが立ち向かっていきます。ジュランが大きな花びらを広げて暴れています。世界で一番大きな花はスマトラ島に咲いているフラレシアで1メートルぐらいの大きさになります。宇宙の裁判で死刑に決まったベムラーが地球に逃げてきました。今度は地球で暴れようとしています。待てベムラ、ウルトラセブンが相手だ。ベムラの手は退化して小さくなっています。大昔には人間にも尻尾があったのですが、長い間使う必要がなかったのでだんだんになくなってきて今のようになりました。このようなことを退化と言います。